関東勢進出開始、左手赤番刑事、2番の大谷が3番の谷口を抑えまして先頭へ変わります。1番の吉川が乗っていきまして、その内は3番の谷口、大阪勢も3番手内に詰まる形ですが、1番の吉川がじわりとペースアップ、2番の大谷を抑えまして1番の吉川が主導権をつかみました。出し王です。3番手6番の森谷、そして4番の花田が巻き返してきまして、さあ1番の吉川を花田が叩きました。さらには3番の谷口優真も8番手からの最終ホーム巻き返し、最終周回4番の花田が先頭ですが、それを3番の谷口が短期でさあ捉えていく。1番の吉川が2番手をさばきまして、4番の花田3番手交代、その間に7番の岡本壮が連結外しながらも4番手の外、さあ先頭は逃げていく3番の谷口、1番の吉川がさあ2番手から猛追、そこへ4番の花田正志がもう一足を使って追い込んでいきました。さあ先頭は3番の谷口、1番の吉川並んでゴールイン、3着は4番の花田正志。